テルエモンキャドルーム X デザインで3次元キャド利用技術者試験1級準1級サンプル問題やってみたよ。ご注意、テルエモンキャドルームはテルエモンが気まぐれにキャド操作している様子をあまり編集せずに動画アップしていくチャンネルです。音声は入れてますが、テキスト、文字にはせずにアップしています。途中でグダグダになっている場合もありますが、ご了承くださいませ。それでは最後までどうぞお楽しみください。どうも、テルエモンです。今日なんですけれども、3次元キャド利用技術者試験1級準1級サンプル問題の問4をやっていきたいと思います。1級の、試験のサンプル問題になります。で、使用していく3次元キャドは X デザインというものになります。こちらですね、今これ Google Chrome で、起動しているものでして、ブラウザーで、動く3次元キャドになります。こちらですね、脱走システムズ社というですね、ソリッドワークスとか、キャティアとか、そうですね、3次元キャドを開発提供しているメーカーが、出しています。まあ、新しいプラットフォームになってまして、3D エクスペリエンスプラットフォーム。すいません、もう一回言いますね。3D エクスペリエンスプラットフォームというものになっていて、その中に搭載されている3次元キャドのアプリになります。作成したデータセットクラウドに保存されていまして、アカウントで、ライセンスを管理されていまして、どのパソコンでもですね、ブラウザ立ち上げて自分のアカウントで入りますと、3D キャドも使えますし、データも、クラウド上に保存されているので、それを開いて作業することができるものになっています。で、今回ですね、この X デザインを使用して問5の方を解いていきたいと思います。問4ですね、これ問4。で、こちらの形状になります。で、こちらですね、私、別の 3D キャドで、最近、解いてまして、どういった形状かっていうのが分かっていて、どんなモデリング手法でやっていくかっていうのは、他のキャドでは、もうすでにやっているというものですね。それと同じような機能が、この X デザインの中にもありますので、同じような機能を使ってですね、ちょっとやっていきたいと思います。はい。では、まず ZX 平面にスケッチですかね。はい。で、座標軸を合わせます。こっちですかね。こっち向きにしまして、ちょっともうちょい狭くしないと見づらいですね。よいしょ。はい。で、一度ですね、こちら原点基準に、この場ですかね。で、ここの部分 R7 になってるんで、後からこうカットしていきますので、最初こんな大きめで一回書いておきます。はい。で、円弧ですね。こことここは円弧。で、トリムしちゃいますね。トリムでここは消しちゃいます。こんな感じですかね。で、これに対して寸法つけていきますね。寸法で。どうしましょうね。どっからつけていけばいいかなんですが、ここやっちゃいますね。ここ20と。で、ここの点とここの点が40。で、R25 つけてみてください。ここですね。ここが20。そんなに思ったより崩れなかったですね。よかったです。こことここで8度でいいのかな。8度。で、10度。ここと、この赤いやつを使ってですね、10度にしちゃいます。よいしょ。うん、で、ですね、ここと、ここで20ですかね。はい、で、R25。全部黒くなったので寸法決まりましたかね。で、これ40ミリ、押し出していきます。
できれば中間面にして40。で、ここのアルマジオのカットをちょっとやっていきたいと思います。こちらの面にスケッチ。ですね、円弧で、中心点円弧で、ちょっと一回ざっくり書いていきますね。はい。で、統一しなきゃダメかな。エディ変換で、こことこちら。合わせますね。で、トリムかな。ちょっと待ってね。ちょっと一回こんな感じで動かしまして。で、ここと、ここは一致ですね。寸法ではなくて、ここと、ここが水平ですか、ね。はい。で、こう、ちょっとこっちに動かしたいんですけども、よいしょ、ここですかね。で、ここの交わってるとこ出さなきゃいけないんですが、フレームでこう消しますね。はい。で、ここの点と、ここの原点との距離が145。結構大きめになってたんですね。で、こちらが R70。はい。で、こちらの線は作図線にしますね。サクです。はい。だいぶ長かったな。なんだっけかな、前。ちょっと一回作っていきます、まず。で、こちらから、分割ですね。分割機能で、投影されたスケッチでかな。今回プロジェクトなんですかね、ボディ。で、ツールにこちらのスケッチ。で、方向は、指示しなくても大丈夫かな。ここでも投影されているので、OK。で、こちらの方を削除していきます。ボディ削除で、こちらを選んで削除。はい。で、ここにフィレットを15ですかね。エッジを選んで、まあ、そっちを見て出てくるフィレットを選びます。こちらと、こちら。で、15。はい。OK ですかね。はい。で、あとどうやって作っていくんだったかな。この分の、こっちですね。こっちの前側が厚み5ミリで、この裏側が厚み3ミリですね。ここ厚み3ミリ、8ミリになってるんですけども、シェルでやるとやりやすかったんでしたね。確か。で、指示なき R は5に、あと、サイン値としていきたいと思います。ではですね、フィーチャーの平面を作成するもので、こちらの、YZ 平面ですね。YZ 平面から65。ですね。ここで一回ボディ分割。ボディ分割で、今回はこちらの方ですね。平面でやるので、こちらをこの平面で分割します。こちらのボディの方を、設計費じゃない、こっちだけを非表示していきたいと思います。どっちも表示になっちゃう。ちょっと戻りますね。よし。戻るはできないかな。戻るってやつはまずいかな。そして、表示させていきますね。まあ、何してるかというと、シェルをしていきたいですね。シェルで。まあ、ここの面と、ここ、左ボタン長押ししますね。
厚み粉ですね。で、OK、ひかしてみましょう。あ、じゃあここはいらないんですよね。で、こっちまで来ちゃってます。ちょっと一回完成します。これだけ非表示難しいな。シェルで、ここ先にちょっと選ぶようにします。こっちのボディを先に選ばれちゃってますね。これを表示にしたらやりやすいんですけども、両方表示になっちゃうんですね。複数のボディはちょっとこの設計みたいな場で2つちょっと今存在している形になっちゃっているので問題が起きちゃってるんですね。シェルでやることはやめるかですかね。そうすればシェルで、もう一回そうですね。くねくボディとしてここの、入れていきますよと。いや、デボディじゃないよ。これで除去するフェースがこの面と、こっちから選んでいけばいいですかね。よし、また間違えた。いいのかな、ね、もう一回いきますね。3、ちょっとうまくいかないですね。これこうしてみるか。ここの面もシェル化したいんですよね。その変に時間をくたってしまったな。リード一回。移動すれば触りやすくはなるんですけど。ちょっと一回リードさせますかね。ちょっとやりたかった意味をちょっとお伝えしますね。ここの面と、ここの面を選んで、5ミリで。いうとこできるよねっていうところだったんですけれども。ですね。で、このボードを移動、そっか。削除すればいいのか。すべて削除。で、あとシェルまで戻っちゃうのか。ちょっと、オーディオ移動を、ミッチャー編集か、そしたら。移動をゼロにしてあげればいいのね。はい。まあ、いい感じですね。で、ちょっと逆にめんどくさいやり方してしまいましたね。で、この平面、まあ、ちょっと自分的には勉強になってよかったですが、こう、ちょっと見てる人がさ、グダグダ感がちょっとあったかもしれない。すいません。で、ボディ分割で、こちらのボディを、このツールで分割。そうですね。ちょっとボディをこう、表示、別々にして作っていくってのは、ちょっとこちらのですね、今、苦手なので、ちょっとやりづらいところがありますが、ちょっとまあ、工夫すれば今できたっていう感じですかね。で、またこちらを、ちょっと移動させますね。
で、シェルで、この面と、この面で、厚さは3ですね。で、ボディードのところを編集で、0に戻すと。はい。これで大まかな形状が出来上がったというかですかね。で、平面を一回非表示にして、一回結合しちゃいますね。こちらも非表示。で、結合。組み合わせ。組み合わせるボディがこちら、こちら、こちら。結合しちゃって大丈夫ですかね。はい。で、続いて、こちらですね。この円筒の部分をちょっと作っていきたいと思います。こちらで回転ですかね。で、作ってみて、こっちの辺にスケッチで。逆向きにしましたね。ちょっと合わせますね。この92度というのは非常にですね、紛らわしいんですよね。こことここが92度。で、ちょっと一回ですね、大きめに作っていこうかなと思います。3点区形に一回書いちゃうかな。で、まあ、回転するのをちょっと今用意しています。こちらとこちらは平行ですね。はい。で、こちらを作図線かな。にして、こちらとこちらの距離が直径20ですかね。で、こちらとこちらの距離が12。で、ちょっと大きめに作ろうかなと思うので、これで一回回転で作って余計なところをカットしていこうかなと思います。なんかスケッチがおかしいですね。12と。こういうことがあるとちょっと困るかなっていうところですけど、なんだったんでしょう、今のは。ちょっとネットにつないでやってるので、ネットの回線が悪いと、ちょっとこういうのが起きるのかもしれないです。もうちょっとよくわからないです。ちょっと今びっくりしましたね。これ回転で軸か。回転軸を選んで、で、輪郭を選ぶと。はい。で、追加。追加しちゃってもいいかな。で、あとこれ削除できますかね。はい。で、要は、この上のはみ出したところは、ボディ分割かな。分割で、それはここの平面ですか。ああ、自分で延長してくれなそうなんで、平面を作りますか。この平面を0ミリオフセットですかね。はい。で、分割で、この形状を、それはこの平面ですね。で、そして上の方は削除。これは大丈夫だなと思います。この下のとこですね。これ、面削除とかで、面を除去とかでここ、やってくれるかなーっていうところなんですけども、穴開くんですよね。だからここも選んで、
サーフェスの面が残っちゃってますね。提出できません。修復でやっとけばいいかな。修復する面。OK する。修復する面。ちょっともう一回。すいません。ちょっと今初めてこのコマンド、この X デザインっていうのをちょっとやっています。ので、ちょっとうまくいってない部分はありますけども、すみません。と、はい、ダメだって怒られましたね。はい、まあいろいろやり方もあるので、あ、今穴を開きました、まあ、ここは綺麗にいったな。もう一回いけるか。じゃあこちらで修復で、ここの面と、ダメか。ここはできなそうだな。勝手がきちんと私も分かってないので、機械で普通この面でカットするように考えた方がいいかな。おふさがっちゃってるな。そうですね、ここちょっと一回削除します。削除、はい、ここまではよかったですね。ここまあ押し出し方とかでもいいんですけども、いろんな方法がないかなって今探ってたんですけどもね。まあ、押し出しカットでもいいんですが、なんか作り方ないもんですかね。ボディを削除はボディに分けてなきゃいけないですもんね。組み合わせだとこれしかないですもんね。自動車と他にも機能があるかもしれないです。ダイヤごと編集。ボタン面を。変化せず。はい。じゃあちょっと分割で。選べるか。選べない。という形ですけど、スケッチここ表示します。右クリックが効かなくなってる。出てきましたね。よし、サーフェスの押し出しで、ここの部分を押し出していきますね。中間平面でこんな感じ で、このサーフェスでここを分割していきます。ちょっと本当に今試行錯誤ですね。ちょっと今、この X デザインっていうソフトの機能をもうちょっときちんと把握しない状態でやっていたので、これで OK と。
で、そして今ここ分かれるので、こちらのボディは削除。いずれ問題を解いていくことはできそうだという形ですね。で、押し出したこのサーフェスは非表示にしていきます。はい。ですね。貫通の穴になってますね。この平面はちょっと色ついてて見づらいんですね。よいしょ。はい。で、スケッチももうこちら。シート表示しておきます。それ使うかもしれないですね。はい。で、そしてここのリブ形状とここの辺作っていきます。はい。ちょっと急いでやっていきますね。ちょっと時間かかりましたので、よいしょ。で、ワイヤーフレーム表示にした方がいいですかね。はい。で、5ミリ、5ミリオフセットですかね。オフセット。ここの線を5ミリ。で、こちらも、この部分も5ミリオフセット。反転、マイナス5。そうなると。こっちですかね。伸ばせるのかな？はい。じゃあ、不要なところはここですので消していきます。で、こう。で、エンティティ変更か。この円筒のこの部分を抽出できるか。交差っていうのはないですかね。スケッチの中で交差を取るっていうのは。なさそうな気はしますね。そんなとこが取りづらい形ですね。そのフィーチャーに2部っていう機能は、まああるか。これを使えばいいかなと思ってるんですけど。で、こちらの長いですね。ここですね。じゃあ一回、表示を戻します。これちょっとリブ機能をちょっと使ってみますね。ちょっとリブっていう機能をちゃんと使えるか。自分のイメージ通りですね。リブ。スケッチは、リブを提供するボディ。一つの面しか入れないのかな。で、リーブプロファイルはこちらなんですけど。あ、ここはいったな。中間面で、厚さ4。スケッチに見せちゃうか。平行かで4。あ、でもこれあれか。これでやっと。あ、大丈夫かな。一回 OK にしますね。はい。まず最低限はここで大丈夫ですかね。かなぁとは思っています。はい、ちょっと断面切ってみますね。
OK。うん、ちゃんと繋がってるのに大丈夫ですよね。じゃあもう一回スケッチを表示させます。編集ではなくて表示ですね。表示。断面切ってるからかな。断面を解除。はい。で、フィーチャーのリブで、こっちのエンコだとできるかな。まあ、できましたね、こっち。でも、二つ選べない。あ、二つ選べますね。なのであれば、一回でできたのかな。さっき、こちらちょっともう一回いきます。フィーチャー編集。選べましたね。で、OK を押していきます。はい。で、こちら。大丈夫かな、これで。まっすぐ伸びた感がありますね。ちょっと今、見た感じ。あ、大丈夫かな。ここの延長部分が、なんかここの面分かれてるのが気になってますね。スケッチ編集で。ストラックで。まあ本当なんか高速つけた方がいいと思うんですけども、今回このままでいきたいと思います。はい。では、次進んでいきますね。で、ここの部分ですね。よいしょ。リフト。10ですね。この面にスケッチを書いて準備の押し出しですかね。この面にスケッチで、ワイヤーフレーム。このスケッチでもいいですし、このスケッチは一回表示にして、ここのラインからまた5ミリですね、オフセット。オフセットでここのラインからマイナス5ですね。マイナス5。エラー起きましたね。ちょっと待ってください。これ戻る。あ、こうやって使えばいいですね。少し遠距離変化でちゃんと取りますね。ちょっとビューを、ワイフレーム一回、戻します。変更も一回しますね。延長。とにもまたは延長か。とにもまたは延長だったんですけど。ちょっとトラックで伸ばせないか。で一回自分で書いちゃいます。そして、で、ここの線とここの線が平行。
で、さらに先方がコミっていうのを定義しておきます。はい。で、ここの部分を押し出したいんですけど、シェアしできないかな。よいしょ。トリム。トリムはどこ？押し出しできればいいんですかね。これ押し出しでここの部分を認識してくれればいいんです。あ、認識しました。この部分も10ミリ。できました。はい。じゃあスケッチ1の非表示にしてしまって、どこで大丈夫かなと。ステフィエット指示なきところ R5。まあ、この下ちょっと穴もありますが、ちょっと一回フィレット入れちゃいます。フィレットで5ミリ。ギリギリですね。先に R5 やってからの方が良かったのかな。いろいろ作ってきたいじゃないですかね。ここで OK してきます。はい。で、やり忘れてるところはここの穴とかですかね。はい。A 面にスケッチ。新鮮スロットで一回まず書きます。よいしょ。こことここの原点が一致。じゃあ中央に来ますよと。ここから原点の距離が115で、こっちの距離が10。R4。で、押し出し。超高貫通のカット。ですね、まっすぐにするね。はい。これで大丈夫かなと思いますね。大丈夫かな。はい、じゃあ一回これ保存して、ちょっと問題の方を解いていきたいと思います。設問ですね。設問14からですか。ここの部分の表面積1102ですか。5番問4ですね。問4は5番ですね。で、次で設問15。設問15が R1 からこの R 止まり、大丈夫かな。これ 133.31333 か。2番、15、2番合ってますね。
で、16番が、この面の面積、1402かな、4番。16は4番合ってました。よかったですね。よし、と、あと2問。ここの面と、ここの面と、よし。ここの面ですかね。509。ちょっと多いな。ちょっともう一回選び直してみますか。ここの面と、この面と、この面。509.842。明らかに多いな。もうリブのとこですよね。ここは大きいのかな。円筒位置おかしいね。ここ空いてる。円がこの辺に来なきゃいけないのに。待てよ。ちょっと待ってくださいね。よいしょ。もっとこうかぶりますもんね、本当だと。円の位置をちょっと間違ってるかもしれないです。回転で作る回転スケッチさんです。これちょっと質問できる。スケッチ編集で、あ、そうそう、回転軸の位置もしかしてちゃんと指示してないですね、私。すみません、大変ちょっと、まあ、疲れてるのが言い訳になっちゃうんですけど、あれこの寸法入れてなかったんでしたっけ。入れてなかったんですね。ここの角から距離ですか。これ22。すごいおかしなことでやってたんですね、私。うわ、エラー出ましたね。できてます。すみません、表示させます。はい。スケッチの最初を表示させまして、で、押し出しを、一緒に押し出しますと。はい。で、分割の作業を。あ、で、エラー起きなくなりました。差別で一回表示にしますね。まあ、ここの面削除がうまくいってない感じですかね。このボディ削除が、ボディ削除が起きてるんですね。トマトとか。よいしょ。まあ、もともとちゃんとここ、
まあ、どこの状態の時は、あ、ここか。こうですよね。で、ここで、で、ここか。ここの面削除も抜きたいですね、多分。22入れてないってもすっかりなんか抜けてましたね。いやー、これは答えは分かんないですよね。でもリーグ大丈夫ですか？自動延長されてるようなので大丈夫かなと思うんですけれども、よいしょ、はい、ちょっとこれで大丈夫かな、もうちょっと答え合わせしながら答え合ってるかを見ていきたいと思います。はい。で、ツールの、測定で、ここの面と、ここの面と、ここの面の面積ですね。459ですね。459。他のとこは行けなかったんですね。ここまで答え合わせの中では。45、47か。ちなみに答え何番ですか？ 1 番でした。1番ですよね。近いには近いですね。最後の問題がどうなるか見てみたいと思います。いつもこれでも合わないんですね。だしね。ぴったりはですね。体積が5501。だと3か4だな。580。3番かな。1422177。3番ですかね、18番。18番、3番。合ってますね。うん。で、17番も1っていうので、近い値が出ているので、大丈夫かなと思って、ちょっと待って、作り方がちょっと待って、ここの、円筒の位置ですね。回転するときの、寸法全くつけないちょっとですね。ちょっとすごい。今も寸法外れてるな。あれ？つけてなかったのかな？ここ戻りすぎたのかな？はい。22と。ちょっとだいぶ今深夜の1時なんですけども、ちょっと疲れ気味ですかね。と1からずっとやってきて、まあそれもあって見落としてたりとか、そういうケアレスミスのがあるんだったんですけど、まあですね、まあスケッチがまあ完全に黒くなりますんで、寸法をちゃんとつけますと。で、なんかここの部分は大きめに作るから、それで青いままでいいやとか思っていっちゃったんですね。はい、ちょっとここが問題でしたね。ちょっとミスってしまいました。まあ、どうしても設計変更をまた修復したりだとか、まあ、コマンドしてやりながらですね、まあ、まず無事には、できて、答えも、まあ、合ってたかなーって感じ、少しくずれがありましたけども、大丈夫かなと思います。最後の答えも合いましたし、ちょっと微妙なズレがあるので、もしかしたらちょっとしたところでもしかしたらミスあるかもしれないですが、まあ、こんな感じで作っていくよというところですね。この X デザインで、もうですね、この試験の問題解けましたよというところで、以上にしたいと思います。はい。
それでは最後までご視聴ありがとうございました。最後までご視聴ありがとうございます。いいね、チャンネル登録よろしくお願いします。